日本三大うどんを食べ比べてみた。普通にやりたいよ。やりたいし、やってる人おるやろうし。どここれがね、僕日本三大うどんって知ってたんですけど、ある時にパッて調べたら諸説あるんですよ。さぬき、香川県、ほんで稲庭の滝と、もう一個が氷見うどんと五島うどんに分かれてるんですよ。五島うどんのイメージありますけどね。氷見うどん、あ、石川の方やったかな、なんせあっちの北陸の方のうどんが日本三大うどんやっていう諸説もありますみたいな見て、あれ見て、俺氷見うどんは食べたことないわみたいな、食べてみたいなって常々思ってたんで、ここでみんな食べてみたい。引っ張りうどんって食べたことある？もうないし。引っ張りうどん、おう、俺ロケで食べさせてもらったけど、でっかい寸胴でもうかっつい量湯がくね、ほんで準備しましょうとか言って、サバ缶、山形がサバ缶の消費量日本一になって群抜いてんねん、スーパー行って缶詰売り場にサバ缶ない、サバ缶ないっつって、っていうのは缶詰売り場とは別にもうサバ缶売り場があるから、でそこでサバ缶買っをもうとにかく買い張るらしいんだけど、サバ缶入れて納豆入れてネギ入れてもうくちゃくちゃにして、もう色が茶色い茶色い、めちゃくちゃ汚いねん、これ美味しいかみたいな、それうどんを入れて食べんだけど、めちゃくちゃうまい。四大うどんなら入ってくると思うっていうのは、はい、初めて聞いた食べ方ですね。さまざまなな、ご当地のうどんを並べてな。あ、ええな。俺はこれが好きやな。ああ、ああ、はい、やりたい。いやいやいや、やりたかったらほんまにできますやん。YouTube で見る感じですよね。俺割とみんな嫌がるかな思ってたけど。YouTube でよりそれ県民賞やった。さあということで6月18日に後藤さん誕生日を迎えます。おめでとうございます。ありがとうございます。え、今年もやるの結局。だから3ヶ月に1回誰かの誕生日が回ってくるから。はい、今まで勝手にグラフ作られてね、はい、やってましたけど、はいはい、ちょうど3の倍数でよかったな、ほんまに。はい、はい、せーの、ディアゴトーハッピーバースデートゥーユー。そうな、あ、去年のグラフ、ありがとうございます。なんかケーキのグレードが下がってるようにも思いますでもそのチョコの部分は上がってるで、うん、あ、いちご、でも前の折れ線グラフでこうやって下がってたけど、この先は上がりますようにという演出が、素敵やん、誰の考え、チャクラの、うん、素敵なことやるやん、あ、こういうの考えてやってくれたんや、いつもあの皆さんを考えて発注させて、すごい嬉しい、これこういうサプライズばっかり考えるようなことになってたらな、しょうもないサプライズで喜ぶような女になるぞ。チャクラもっと開けろよ。男の演出でほだされるような女になるな。血に足つけて、こいつはええやつか、65になっても友達でおれるか、それだけを見極めて男を見定めろよ。なんでそんな厳しい恋愛に関してちょっとおろそかなって、しゃれたこと考えてくれてるな。何日、6月、6月18日です。6月18日、ね、はい、47歳になりますね、した、はい、で、その持ってきたの、持ってきた誕生日プレゼントは、え、いやいや、プレゼント、え、俺らがとかじゃなくて自分が持ってきた。いや、6月18日は後藤は自分の誕生日やと思い込んでるか知らないけども、いや、そうですね、まあ、まあ、いわば、まあ、た、まあ、パクリみたいなのね。パクリ ?6 月18日はタージンさんの誕生日やからなあ、まあそうか、あっちの方がさっきやった、タージンさんの誕生日に、そうですね、曲がりさせてもらって乗っかってきてるだけで、もうさっきタージンさん誕生日やってはったから、6月18日は今回は後藤さん6月18日先輩タージンさんの誕生日だから、はい、後輩から先輩にプレゼントしといた方がええんちゃうか、いや、そうですよ、いや、タージンさん誕生日一社知ってましたけど、バースデーニーヤンやからないや、そうですよ、確かに知ってたんやろ、知ってました、知ってたのにだんまり決め込んでたんや、いや、だんまりって、でもほんまに嬉しいと思うよ、いや、そうですけど、うん、いや、タージンさんおめでたいですよ、うん、おめでたいですけど、誕生日、同じ誕生日って他にもいますから、もうどうせやったらポール・マッカートニーに送らせてくださいそれは届かへんし、いや、なんとかファンレターは必ず読む人なのか、じゃあポール・マッカートニーもやろうか、
それかタージンさんに買うてきたのをポールに送るか。あかん、それはもう絶対チンプンカンプンだと思う。あ、タージンさんに向けてんの？そんなに完全にタージンさんに向けてこの話言われた時にどういうことやねんと、うん、俺こんなにタージンさんのこと考えた3日間なかった。確かにプロフィールあんまり知らんな。事務所どこ？和光です。めっちゃ知ってるじゃん。和光プロですよ。和光、ね、そもそもタージンっていう名前も、地獄屋タージマハールっていう桃山学院大学の落ち研に入っていた時の芸名を縮めてタージン。なんで詳しいねん俺。ええやん。タージンクイズだったら今優勝候補やもんね。そうですよ。99人の壁タージン。プレゼント、はい、どうしようかしら、いろいろ調べてみたけど、まあタージンさんの趣味っていうのが出てこない、はあ、でタージンさんが詳しいものがアメフトなんです、はあ、アメリカンフットボール、フットボールアワー、うわ近いからなんかないかなと思っても、俺はアメリカンフットボールスポーツの知識がないから、はいはいはい、下手にその好きなチームがわからんからどこどこのユニフォーム、はあ、これはあかん、うん、なるほど。こんなことずっと言わなかった。でアメフト触ってもこれはしゃあないな。なるほど。やっぱりタージンさんといえばメガネやと。おう。でもメガネ、タージンさんにとってのメガネってもうアイコンじゃないですか。いやそうやね。これ聖域です。ああ僕みたいな近くない人間がタージンさんにメガネをプレゼントすることによって、うわ気使ってかけなあかんのかなと思わすのももうおこがましい。ない、わかります。で、レンズの有無も分からへんしな。これね、タージンさんレンズ入ってないです、うん、やっぱり。はい、これはなんでかっていうと、食レポするときに熱いものを食べたときにレンズが曇らないためです、うん、っていうのをなんで夜中ずっと調べなかった。で、もう情報がほんまネットにもほとんど情報ないんで、うん、どうすんねんって言うて、まあダメ元でYouTube の検索のとこタージンって入れてみました。うん、チャンネルやってます。おー、YouTube チャンネル。YouTube チャンネルやってるんですよ。このタージンさんが。皆さんご自宅で食レポが見れるんですよ。おー、見つけた。ここでなんかプレゼントできないかな。タージンさんだってもう食レポはもうそれは超一流。はい、ここで。何か僕が手助けできることもないやろなとは思ってたんですが、その YouTube 食レポを言ってるんですけど、その時に必ず着てる衣装があるんですよ。これおそらくシェフの服を着てるんです。そうですね。でこうタイ前に、はいはいはい、キャスケットみたいかぶってやってはるんです。でこの黒っていうのがもちろんタージンさん、主役は料理だから私はそこまで出たあかんとか、うん、タージンさんなりの思想はあると思うんですよ。食らないですか。あ、なるほど。白でもええよな。そうですよね。ほんタイはやっぱりメガネと合わすために黄色にしてるんです、はいはいはい、でこれで結構行ってるんですよロケに。全部これ黄色、うんね、うん、衣装変わんない、はい、これ衣装もっと明るくした方がええんちゃうかなっていうことで、うん、買ってきましたよ。黄色や、黄色で黄色。もっとやっぱりタージンさんはキラッと明るい、ね、はい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 、状態で行ってほしい、はい、っていうことで、あの黄色のコック服、はあ、これを買ってきました。なぜかルミネの出番の間に行ってきましたよ、はあ、ちゃんと自分の足でアマゾンでポチることもしなかった俺は。はいはい、いいね。えらい専門店みたいな。専門店ですよこれ。新宿のあのいわゆる白衣専門店みたいな。はいはいはい、ええやん。ほんと上帽子かぶってるやないか。はいはいはい、いうことで店員さんといろいろ探しに探して黄色の帽子。ええやん。ちゃんと同じとこで。そうですよ。ええやん。めっちゃ良くないですか。おだからといってこれを買って渡して必ず考えがあっての黒を着られてるわけですよ。ほんなこれ送ったら着なあかんのか。いや着なくていいです別に、うん、でもやっぱりこう時と場合によってあのタイだけでも、はい、変えてほしいということで、おうおうおう、タイも3本買ってきましたよ。あ、いいやん、えーえー、
ていうのなんでせなあかんの。いやいや、ほんまや、素敵やんか。誕生日 やらしてもうてんねんから。いや俺店員さんと選びながら俺なんでこんなことしてんの。あれ俺がもらってもええぐらいやん。ちょっと去年より面倒くさいかもしらんな。去年も大変。いや、まあ渡されてそこでっていう、ここで大変やったけど、もう成立するやん、うんうん、これ数日悩むで。そうか、考えなあかん、やっぱり。なるほど。いや、ええ、めちゃくちゃ喜ばれると思う、うん、そのいや喜んでくれると思うで、ね、これちゃんと調べてくれてる感があるからな、喜んでくれはるんじゃない。いや、ええ企画やわ。じゃあ改めてちょっとカメラに向かって、はい、バースデー兄やんにお祝いコメント。え、タージンさん59歳お誕生日おめでとうございます。まあ、子供の頃からタージンさんはもうずっと見続けている存在で大変尊敬しております。YouTube チャンネルの方も拝見させていただきまして、まあ、僕の持っているタージンさんのイメージよりはちょっとでこれを買わせていただきました。いや、これは無理して来てくださいとは言いません。なんやったらこのタイの色を変えるだけでもいいです、ね、帽子だけでもいいです。なんなら全て使わなくてもいいです、うん、ただ僕の気持ちを受け取っていただければと思います。お誕生日おめでとうございます。いや、素晴らしいわ。サイズとかも大丈夫見たん？何着も俺が着た。いや、多分違うで、体型お前とタージンさんと。大体俺と同じような体型やなみたいな人と並んでる時のタージンさんの体の大きさとか。ああ比較して。そうですよ。そうか、サイズ表とか調べるにも無理。調べられへんから。え、いいんですかこういう感じで。いや、めちゃくちゃいいと思うで。じゃあこれは、これこれ、じゃあこれタージンさんに。で、一応僕のオリジナルのピックがありますから、これポール・マッカートニーに送ってください。あ、ダメ元で。ああダメ元で。ああ、オリジナル事務所調べて。ああ、間違えたらあかんで、ね、送るやつ。タージンさんのピック、これはタージンさんね。じゃあ皆さんやるんですよ、これ。そうなんや、誰か分からんよな。ニーヤンなのかネーヤンなのかも分からへん。そうです。次が、小山さん。怖いわ。先輩やろ。はい、これ何人かおるけど。まあまあ、その時にな。そうですね。誰になるか分からへんから。そう、ほんで何人かいても指定はもう番組チャンネル側がしてきますからな。俺、紀子様と一緒やで。チャンネル登録お願いします。99人の壁タージン。